皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の10月の29日木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時26分ということで、約1時間半ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のワイワイニュースライブ通算で、3107回目になりました。でこの間ずっと配信の妨害はなかったんですけど、今日もないことを祈りながらですね、今日の放送を始めたいと。10月29日の放送ですね。第1部として私の情報発信活動で、昨日水曜日のワイワイニュースライブ普通日後放送には配信妨害はありませんでしたということで、です。そしてテレビ放送ですが、一昨日火曜日ですね、日本語放送メインテーマ自公政権打倒市民革命政権樹立に向けて、そうか、今日のメインテーマ言うの忘れましたね。今日のメインテーマはこのコメント欄にアップしてありますように続きですね。一昨日の火曜日のメインテーマの続きです。自公政権打倒市民革命政権樹立に向けて、市民革命派が知っておくべき日本と世界の隠されている真実事実の、昨日おとといは1から30までやったんですけど、今日は31から35というナンバー2になってます。それで隠されている真実事実は日本だけじゃなくて世界も含めて、取り扱おうということで、多少訂正しましたということです。そして一昨日の日本語放送ですねのメインテーマに関しては、YouTube 向けの表紙がこういうふうになってます。この狡猾な目をしている、ロシアイドですね、現代の当主、ジェイコブ・ロッシャルド、それから大物虎之助が偽装した明治天皇ということですね。そしてこれが昭和天皇とマッカーサー元帥の第1回目の会議ですね、会談ですね。その後ですね、合計11回も会ってんですね。そのことは一切隠されているということですね。それで、ツイキャスと YouTube で、配信したということで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが264名様、それから YouTube が139で、合計で403名というふうになっています。そして昨日水曜日、普通日後放送ですね。これは我々が市民革命を成功させ、超金融資本主義社会を終わらせ、新たに生み出す共有共生人間資本主義社会とはどんな社会なのかと、これの普通日後放送だったんですね。でツイキャスとそれから YouTube で、ツイキャスが67名訪問者、それから YouTube が44名で、合計で、101名とこういうふうになってます。それから今日ですね、今日午前10時に放送しました普通語ラジオ放送ということで、これは今のところツイキャスだけなんですね。 YouTube のアップがちょっと遅れてるみたいで、ツイキャスの現時点での視聴者数は14名ということで、まあフランス語ですからね、14名ということになってます。皆さんからの初耳さん必見配信中ってことで、ありがとうございます。今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そしていつもたくさんのコンティニコイン、いただいてありがとうございます。1,2,3,4,5,5枚ですね。はい、配信ありがとうございます。からミルキーさん、コンティニコインが3枚ですね。で K さんがコンティニコインと。そして今日の放送の開始前に砂ずきんさんからのコメント、自分たちの正体反民主主義を簡単に露呈させた
菅氏や安倍氏の知能レベルはその程度、国民にとって不幸中の幸いかと。新ベンチャー革命、不幸中の幸いなんですかね。要するに正体をすぐ表しちゃうということで、知能程度が低いから国民にとっては不幸中の幸いという意味なんですかね。新ベンチャー革命。それから砂月さん、裁判所も技能実習生制度に警告発動、ベトナム人、除染労働事件で若いということですか。から韓国のイ・ミョンバク元大統領、収賄で懲役17年確定と。すごいね、韓国はね。ということです。そして、活動としてのブログ記事の配信ということで、火曜日のメインテーマをブログ化して水曜日に配信したと。これはブログ記事ナンバー3514になってますね。自公政権だと市民革命宣言樹立に向けて、市民革命派が知っておくべき日本の隠されている真実事実。そうですね、昨日おとといのメインテーマ、テーマは日本の隠されているですけど、今日は日本と世界というふうに改めました。おとといは1から30を列挙したんですね。それをグーのブロググーで、配信したということです。それから今朝ですね、昨日の仏日語放送のメインテーマを仏日語の記事にしたということで、タイトル、同じですね、市民革命を、世界各国で市民革命を成功させ、超金融資本主義社会を終わらせ、新たな共有共生人間資本主義社会とは一体どんな社会なのかということですね。そして、同じ、今朝配信しましたフランス語の記事ですね。そして日本語の記事と。そして、フランス語の記事を私が定期購読しているフランスの調査報道ネット新聞のメディアパールに投稿したということで、メディアパールの URL を貼り付けましたということです。土山純一さんですね、いつもありがとうございます。お茶爆天とコンティニコインが2枚ですね。雪丸まさん、白熊スタンプですね。はい、ということです。そして私のブログのサイト、杉並からの情報発信ですへの訪問者数、昨日10月28日で IP アドレス訪問者数が952名、そしてページビューが2000ページというふうになっています。それで今日のメインテーマに入ります。続き、自公政権打倒、市民革命政権樹立に向けて、市民革命派が知っておくべき日本と世界の隠されている事実真実と。ナンバー31から35ということ。昨日おとといの続きなんですね。ナンバー2なんですね。でナンバー31、このグラフを見れば、日本政府が来年7月に東京オリンピックを是が非でも開催するために PCR 検査を意図的に少なくして、新規感染者数を少なく見せていることがよくわかるという画像なんですね。これすでに一度紹介したと思うんですけど、これは驚くべきですよ。これは東京大学保健センターのウェブサイトに載ってたんですね。今年の2020年5月10日付1日の、アメリカ、イギリス、イタリア、フランス、ドイツ、日本、韓国、日本と、1日の PCR 検査の件数をグラフ化したんですね。でアメリカがダントツでですね、これ1000万に届くと、950万件なんですね。で次、横がイギリス、イギリスが190万件で、イタリアが250万件から、ドイツがあれじゃないや、フランスが
130万件、ドイツが280万件、そして韓国が60万件ですね、これ。で、日本がですね、今年の5月20日段階だと20万件ぐらいなんですよ。でも、実際、直近の日本の PCR 検査数っていうのは、私毎日 NHK のコロナ特設サイトからの記事を毎日最新情報として取り上げてるんですけど、これはですね、10月の27日、昨日、おととい、18,424と。で、その前の10月22日、21,307と。で、その前の10月19日、11,763ということで、せいぜい2万ちょっとなんですね。だから、このグラフ、今年の5月10日よりも、全然少なくなってるんですよ。せいぜい2万ですよ。ということは、このグラフに乗らないんですよ、だからね。2万ぐらいだったら。ゼロにほとんど近いと。これは一体どういう意味があるんですかということはもう明確でしょうね。これは単に自然に起こったことじゃなくて、意図的にですね、日本政府、厚労省が意図的に PCR 検査数を極端に少なくさせて、その結果当然ながら新規感染者数が1日200人とか300名とか500名とか600名で済むようにしてると。その目的は来年7月に延期された東京オリンピック・パラリンピックを是が非でも開催するための意図的な謀略的な国家権力犯罪ですよ。これは国民のいわゆる健康を犠牲にして意図的に検査数を少なくしているということなんですね。これね、恐ろしいことが起こってるんですね。これだ、このことを我々革命派あるいは純粋野党の政治家たち知るべきなんですよ。追及すべきなんですよ。これ誰も言ってないですけどね。これがナンバーの31です。からナンバーの32ですけど、これは臨時国会中の一場面だと思うんですけど、菅官房長官、そして河野太郎から麻生、大倉財務長官、それから茂木、外務大臣、これ全員ですね、閣僚、首相と、それから菅政権の閣僚ですよね。閣僚が国会衆議院の自分の国会議員としての座席に舞い戻っているということなんですよ。これは一体どういうことなのかというと、日本には三権分立なんていうのはもともと存在しないと。議員内閣制そのものの矛盾がここに表れてですね、誰もこの写真を見ておかしいとは思わないように洗脳されちゃってるんですね。これおかしいんですよ。要するに首相というのは行政権力、内閣のトップ、そして閣僚も内閣の主要メンバーですよね。行政権力の主要メンバーが同時に自分たちが起案し閣議決定した議案、そして国会に提出した議案、法律案、あるいは予算案等々を採決の時は議席に座って賛成票を入れるという三権分立どころじゃないですよね。これね、内閣が、立法権までも持っちゃってると。だから法律の起案自体も憲法違反なんですけど、さらに自分たちが起案し、そして、閣議決定して国会に提出し、そして国会で、議論するという、そして最終的には、多数決で、決まるんですけど、その時に、民間議員を除いた現在、全ての閣僚っていうのは国会議員出身者ですよね。これが一斉に衆議院の議席に戻って
議案に賛成するというインチキが曲がり取っているとこういうことなんですね。だから日本には三権分立なんていうのはもともと存在しないと、内閣が国会を支配してるんだと、こういう典型的なあれです。議員内閣制のインチキですよね、これね。これが32番目、から次、これも前出したと思うんですけど、こういうグラフですね。これは何かというと2008年のリーマンブラザーズ銀行倒産を発端にした世界金融恐慌、2009年に勃発したんですね。その結果 GDP のギャップがこのように起こったと、要するにマイナスになってるわけですよ、全部当然ながら。それで一番左がアメリカ、イギリス、からドイツ、フランス、日本と5カ国なんですけど、軒並み、マイナスですよね、ギャップが。で一番大きいのがアメリカですよね。で 次に、イギリス、あ、ドイツか、ドイツと日本がほぼ同じ、そして英国とフランスがその次という、マイナスですよね。これパーセンテージなんですね、マイナス 10% とか。で中央のグラフは、これは財政出動、中央政府が財政出動した結果ですね、ギャップが改善したんですね。みんな軒並み日本も改善してるんですよ。一番大きいギャップの改善というのはアメリカですよね。そして、イギリス、ドイツ、フランス、日本も改善したと。でも日本の改善率は一番先進5カ国の中で、一番低いんじゃないですか。それでも改善してるんですよね。で問題は一番右のこのグラフ、これは中央銀行の金融緩和によってギャップがどういうふうになったかということなんですけど、アメリカはマイナスからプラスになったと。それから2番目のドイツもプラス、それからイギリスもプラスで、フランスもほぼトントンになったんですね。でドイツも大幅に改善されたと、ただマイナスなんですね。でも日本だけは全く同じなんですよ、全然変化してないでしょ。ということは日本銀行は一切金融緩和しなかったってことですよね。その証拠ですよ。だからギャップがマイナス6で同じなんですよ、これ。これはなぜかと、これはもう明快にロシアで国際金融マフィアが当時の白川総裁に対して、日本だけは金融緩和するなと、日本をその後20年30年にわたってデフレ不況にさせるために余計なことをするんだと、おいうことの結果一切動かなかったと、おいう証拠なんですね、これ。でその後デフレ不況に苦しんでる日本を救うんだということでアベノミクスが投入したと、これも全部やらせと、こういうことなんです。このことを我々、市民革命派はちゃんと知らないといけないと、こんなこと隠されてるんですけど、この表を見ればもうはっきり分かりますよね。これが34番目ですね。あ、33番目ですね。そして34番目、これもグラフなんですけど、これも以前説明したと思うんですけど、これは日本の経済の成長率、実質 GDP 成長率を統計取った1980年から毎年の IMF の統計なんですね。で問題は
アベノミックスが始まった2013年4月、こっからとあの成長率見ると2013年が2.00、これか、2013年、あ、13年これですね。2012年は 1.50、 この年の12月に安倍晋三が第二次内閣を組閣したんですよね。で、実際にアベノミクスが開始されたのが2013年の4月からですよ。で、それの成長率は 2.00 と、2014年は 0.38 ですよ。で、2015年は 1.22、 2016年が 0.52、で、2017年が 2.17、 若干持ち直したんですけど、2018年はまた 0.28 に戻ったと。これですよね。17年が 2.17、 18年が 0.28 で、19年が去年 0.67 と。そして今年コロナパンデミックによって IMF の予測だとマイナス 5.27 と、こういうふうになってるんですね。それじゃあアベノミックスで政府の財政出動で350兆から日銀、黒田日銀の350兆合わせて700兆円の国民資産は一体どこに行ったのと。実体経済に行かないからこれほど惨憺たる経済成長、低成長しかしないんだ。それは一体どこに行ったのという話ですよ。それはもう2つの経済がある、もう一つの経済、金融経済の方に民間銀行経由で投下されたということで、だから金融バブルが発生したということなんだね。だから我々革命派はこの事実も隠されている事実もちゃんと知っておかなきゃならないということですね。これがナンバー34ということです。で、ナンバー35は記事なんですね。記事は古い、ちょっと古い記事なんですね。2020年の2月の1日、ロシア通信社スプートニクニュースの記事なんですね。タイトルはピザを注文するよりも早く30分で世界を滅亡させる潜水艦5艘米紙が列挙と、こういう恐ろしい記事なんですね。これ知らなかったんですけど、たまたま今年の2月1日付のスプートニクニュースで配信されてて、たまたま今見つけたんですね。で、この短いですからちょっと読みますね。米外交専門誌ナショナルインタレストは30分で世界を滅亡させる能力を持つ潜水艦5艘をリストアップしたと。これらのうち3艘はロシア海軍が保有する潜水艦で、残り2艘は米国海軍のものだと。同記事の著者はロシア海軍と米軍海軍はすでに保有している、あるいは間もなく、収益する原子力潜水艦をリストにまとめていると。またロシアのタイフーン型原子力潜水艦などの古い潜水艦はほとんど待機しているため、そのリストから除外されていると。このリストにはナショナルインタレスト氏が弾道ミサイルを備えた最も静かな潜水艦と呼ぶロシアのボレイ型原子力潜水艦のほか、デルフィン型原子力潜水艦、ヤーセン型原子力潜水艦が含まれていると。これロシア海軍の3艘ですね。同記事の著者によると、ヤーセン型原子力潜水艦は例えば米国の東海岸から2200キロ離れた五大湖を攻撃できるという。一方、リストには米国のオハイオ級原子力潜水艦とコロンビア級原子力潜水艦が入っていると。コロンビア級は新型の潜水艦であり、2021年に来年生造船が開始、2031年に収益する予定と。で、ナショナルインタレストによると、リストに掲載された潜水艦の中には非常に強力なものもあると。そのうちの1艘は288個もの都市規模の標的を放射性灰に変えるのに十分な能力を、威力を持っていると。288個の核ミサイルを持ってて、
同時発射すれば288の都市規模の標的を破壊するということなんね。同記事の著者は、これらの潜水艦とその艦載兵器は、実際に第三次世界大戦が始まれば、ピザを注文するよりも短い時間で人類の文明を終わらせることができる。恐ろしいこと言ってるんですね。30分以内と。だからこれ、第三次世界大戦っていうのは、一方がこの核弾頭の赤いボタンを押せばですね、当然ながら直後に相手方も押すわけですよね。だから全面核戦争になるから人類が滅亡すると、30分以内にと。こういう危機的な、人類の滅亡という危機的な危機の真っ只中に我々は生活しているということを我々革命派は知らなきゃいけないと。そういうことなんですよね。日頃はこういう情報っていうのは日本のメディアは一切報道しないですからね。これ、ロシアのスプートニクニュースですから。ということで、今日のメインテーマは火曜日の続きの31から35ということで、でしたということです。恐ろしいんですよ。時間が27分17秒ですね。早いですね。現時点で、同時間で視聴されている方が18名、全体で32名と。これはコメントが7件ということですね。砂月さん、ピザを注文するより早く30分で世界を滅亡させる潜水艦5艘と、米紙が。だからトランプが、我が国にはとても強力な武器があると。その武器を使って私は平和外交するっていうバカなことを言ってるんですけど、おそらくこれじゃないですかね。30分以内で相手国を全滅させられる空母のことを言ってるんじゃないですかね、これは。砂ずきんさんから3つのメッセージですね。今日のメインテーマですね。今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そして、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますと。それから、初めてご覧の方へに、このキャスは土日を除き、ウィークデーで祝日を含み毎日放送。水曜日は隔週で英語とフランス語と日本語の2カ国語で放送していると。そして、過去動画は YouTube でご覧になると。YouTube の URL を貼り付けてもらっています。そして、3番目のコメント。コメントされる方へと、コメントの責任はコメント主にあり、キャス主は一切の責任は負わないと。非のないコメントを理由にキャス主に責任を転嫁することは固くお断りしますということです。じゃあ、今日のメインテーマのポイントだけアップしておきますね。今日のメインテーマ、続き。これは1回でいきそうですね。砂ずきんさん、戦争したら貿易が成り立たないと、経済は世界規模と。だから世界大戦が始まったら貿易どころじゃないですよね。もう30分以内で全人類滅亡ですよ。その辺の危機感が一切ないですからね。31、このグラフを見れば、日本政府が来年7月に東京オリンピックを是が非でも開催するために、PCR 検査を意図的に少なくして、新感染者数を少なく見せていることがよくわかると。
これは一発できますかね。あ、いかないね。アメリカは1日950万件の PCR 検査をしてるから1日で10万件ぐらいの新規感染者が出るっていうふうになるわけですよね。日本はたかだか2万件ですからね。だから200件とか300、新感染の感染者数が200とか300とか、それに一喜一憂してるっていうのは馬鹿らしくなりますよね。新規感染者数を少なく見せていることはよくわかると。これはもう国家権力犯罪そのものですよ。PCR 検査を受けたくても受けられないと、断られるという状況でしょ。で、画像として1日あたりの検査、PCR 検査件数の世界比較グラフと、2020年5月10日と、これは東京大学保健センターのウェブサイトから取ったんですね。別に秘密の情報でもないんですね。公開されている情報ですけど。で、ここで、数字としてアメリカ、イギリス、イタリア、アメリカ950万ですよ、イギリス190万、イタリア250万、フランス、ドイツ、韓国、日本と20万。この時はな、確かに21万何千件やってるんですよ、日本も。でも現在その20分の1、横浜スタジアムで満席にする人体実験準備中だそうですと。それに乗っかる人がいるんだよね。何なんだろうね。そして現在直近の日本の PCR 検査数、1万8000とか2万1000とか1万1000とか、こんなところをうろちょりしてるんですね。もうこれは意図的にやってるとしか思えないです。おとなしい日本国民はこの安倍政権、それからそれを引き継いだ菅政権による国家権力犯罪、明白な国家権力犯罪に対して全力で反撃し、彼らの責任を追及しなくちゃいけないということですよね。それから次、32番、この画像を見れば日本は三権分立は存在せず内閣が国会支配していることがわかるという、首相以下閣僚全員が国会議員の席に戻って自分たちが起案し閣議決定し国会に提出した議案をに賛成票をするという、到底三権分立どころじゃないですよね。いつも言ってますように、アメリカは大統領っていうのは直接大統領選ばれるんで、議会には議席持ってないんですね。でさらに、大統領府は法案の起案権も持ってないと。だから毎年1月に一般教書ということで、その年年度に大統領がやりたい政策を国民と国会議員に発表するわけですよね。でそれを受けて与党の共和党の国会議員が必要な法案を起案すると。だから起案権はあくまでも国会にある、国会議員が持ってるんですね。日本みたいにほとんど全ての議案は内閣府が作ると、官僚が作ってるんですね。官僚が自分たちに都合のいいような条文を
細かい細則含めて条文を作って、それを閣議決定して国会に提出して、そして、委員会である期間審議をして、そして野党が審議がまだ十分じゃないという声、反対の声を多数で押し切って強行採決して衆議院の本会議にかけて、このように、首相と閣僚が出席した衆議院の本会議で多数決で決めちゃうと。で、同じようなことを参議院でやって結局成立するんですよ。こんなバカなことが行われてるっていうのは日本だけじゃでしょうね。だからその結局、だからあの傀儡政党自民党、あ、米国の傀儡政党自民党が常に3回の例外を除いて日本は75年間の間にずっと政権を取り、政権を維持してきた。その秘密はここにあるんですよね。コロナ蔓延させる指令がジャパンハンドラーズから降りているとしか思えない自公政権の対応と、まさにそうです。だから例の、白川日銀総裁に日本だけは金融緩和するなという命令をして、結局30年間の日本だけのデフレ不況を実現させて、そして、国民の不満が高まったところで安倍ファシスト政権に、安倍とそれから黒田日銀総裁に命じてアベノミクスを名目にして700兆円もの国民資産を金融経済に投入させたと。これと同じですよね。で、次に33、これはリーマンブラザーズの、この画像を見れば2008年9月のリーマンブラザーズ銀行倒産を発端に勃発した2009年世界恐慌による GDP キャップを埋めるために、ここで一旦切りますね、埋めるために先進4カ国は政府の財政出動と米英独仏は政府の財政出動と中央銀行の金融緩和を同時にしたが、日本だけは政府の財政出動だけで金融緩和はしなかったということがよくわかると。全然ギャップが待ってないですからね、日本だけ。それはなぜなのかと。これはロシアと国際金融マフィアが当時の白川日銀総裁に日本を長期デフレ不況にするために金融緩和を禁止したためと。こういうことが誰も言わないから国民は知らないですね。すべて国民が犠牲になっているということでしょう。で、画像として先進5カ国の2008年、危機後の GDP ギャップとその対応策の効果と。これなかなかいいグラフですよね。で、34番目グラフ、経済成長ですね。日本のこのグラフ、日本の実質経済成長率の推移、2013年から2019年の経済成長率を見れば、アベノミクスで、創造した700兆円の資金がですね、実体、ここで切るか、実体経済に投入されていれば 4% 5% の経済成長を実現簡単にできたんですよ。実体経済にほとんど投下されなかったことはよく分かった。ほとんどが民間銀行経由で金融経済に投下されて金融バブルがに使われたんだと。だから現在のコロナ禍、コロナパンデミック対策で中央銀行とそれから中央政府がパンデミック経済政策で同じような国民資産を大量に創造してるんですけど、それも同じですよ。民間銀行を通じて
金融経済の方に回ってるから世界規模で金融バブルが発生していると。そしてたった5ヶ月間で28万人の資産30億円以上を持つ超富裕層がたった5ヶ月間で700兆円もの資産を増やしたと。で、一方1日200円以下で生活を余儀なくされている極貧層が8000万から倍以上の1億8000万人に増えていると。これは世界銀行がレポートしたんですよね。これの原因はこれなんですよ。常にこういうふうになってるんですよ。そういうふうな制度的な、常に民間銀行が介入すると、民間銀行がどこに投下するかの決定権を持っているということになってるんですね。これで画像、これ世界経済のネタ帳っていうのはなかなかいいウェブサイトですよ。統計がちゃんと出てるんですね。いろんな統計が比較しないと分かんないですよね。日本だけ見てると。それで日本の経済成長率実質惨憺たるものですよ。このことを経済学者、マスコミ、野党、誰も言わないですよね。おかしいじゃないかと。700兆円も出動、信用創造して政府の財政出動と日銀の金融緩和をしたのに、この低成長率は一体何なのかと。700兆円が一体どこに行ったのか答えろと。いう質問しろって言うんですよね。誰も言わないね。それでマスコミは失敗した失敗したなんて言ってる。彼にとっては成功したんですよ。予想通り700兆円もの日本国民の資産をですね、自分の金融経済の方にほとんど投下させ、自分の懐を潤したということで大成功なんですね。からこの記事ですね、この記事を読めば第三次世界大戦、全面核戦争が勃発すれば30分で人類滅亡になる真実がよくわかると、そういうことなんですよ。もう核兵器競争の資金源というのは金融経済ですからね。一番儲かるんですよね、彼らにとって戦争が。記事、ピザを注文するより早く30分で世界を滅亡させる潜水艦5艘、米紙が列挙というスプートニックの記事です。URL を貼り付けていくんですね。というのが今日のメインテーマでした。で、次にですね、朗読ですね。朗読は鈴木恵子さん、失礼しました、日本と世界の最新情報の第4部の新型コロナウイルスの最新情報、国内29日累計で10万人超えると。 NHK ニュース、これも本当あれだよね、毎日毎日こう報告私取り上げてますけど、本当バカらしくなるよね。元の PCR 検査数が少ないんだから、一喜一憂してもしょうがないんですよ、これ。で、29日は全国で309人の感染が発表されたと。それで感染者の数は横浜港のクルーズ船を含め29日に10万人を超えたと。アメリカは800万人ですからね。で、死者が神奈川で3人、東京で2人、沖縄で2人、兵庫で1人、大阪で1人、岡山で1人、合わせて10人が死亡したと。で、検疫などを含め感染者数が10万を超えたと。それで、都道府県別だとプラス221人で、
東京都が 36,677 から大阪が125で、12,473 だからこれがこういうこの1日300とか500死者が5人とか10人がずっと続くんですよね、おそらくこのままいけばね。で一番少ない岩手県がプラスゼロで27人、鳥取がプラスゼロで38人と。そして、27日の PCR 検査は18,424件と、たったこれだけですよ。から次に新型コロナウイルスの世界の最新情報 AFP 日本語版、28日午後8時現在死者が116万8千人になったということで、全世界で感染者が4405万6千、死者が116万8千、そして27日1日で世界全体で7723人が死亡で、51万6898人が新規感染したと。で死者の増加幅が最も大きいのはアメリカ928、次いでメキシコ643、ブラジル549で、最も被害の大きい米国ではこれまでに22万6千人が死亡、877万人が感染だ、877万ですよ。それで次いでアメリカの次に被害が大きいのはブラジル、死者が15万7千、感染者が543万、で次にインド、死者が12万、感染者が799万とアメリカに、迫ってるんですね。メキシコ死者が8万9800、感染者が90万1000、英国死者が4万5000、感染者が91万とで、人口10万人当たりの死者数が最も多いのはペルーの104人、次いでベルギー95、スペイン75、ブラジル74と。から中国本土で発表された死者数が4634、感染者数が8万5800と。こういうふうになっています。タイトルだけでもアップしますね。あれ？あ、そっか。朗読の方を普通早く最初にやるんですけど、今日は逆転しましたね。鈴木恵子さんの。そして AFP 世界の最新情報、死者が116万8千人になったと。いうことです。それで、朗読ですね。鈴木恵子さんのこの本の朗読で、今日から第11章なんですね。アメリカが終わってヨーロッパ、欧州、世界は地球支配階級の本拠地であるという章ですね。あ、じゃないや、第11章は欧州世界は世界軍を構築すると、こういうタイトルなんですね。そして欧州世界は地球支配階級の本拠地であると、あ、そういうふうになってるんですね。はい、そこを1ページぐらいですから読みますね、今日。さて、米国に続いて本省では欧州情勢を投資すると。本省の立場から言うならば、欧州世界こそが地球支配階級の本拠であると。米国は欧州世界の下位にあると。2020年1月31日午後11時 EU 本部のあるブリュッセルの2月1日午後0時日本時間同午前8時英国は EU 欧州連合から離脱したと。これは過去、何年にもわたるごたごたの結果だが、戦後世界では前代未聞の出来事だと。今後英国は EU から距離を置き、各国と新たな関係づくりを目指す。だがその行方は不透明だと。英国の EU 離脱に完全決着がついたわけではないと。今年末まで英国は従来通り EU の単一市場や関税同盟に残留すると。この期間中、英国は EU との間で FTA
自由貿易協定の締結を目指すが、結果はどうなるかわからないと、すべてがひっくり返るかもしれないと、あるいは予想外の緊急事態が発生するかもしれないと、繰り返しになるが述べておくと、英国の EU 離脱に完全に決着がついたわけではないと。さて、どこから話を始めるべきか。欧州世界は多難な時期を迎えていると。各国の動きを追っているとキリがないと。ではどうするかと、読者の視点はどうだろうと。本書の立場からは常に同じだと。本書では目の前の情勢変化を追うのではなく、歴史的レベル、地球的レベルから真理万象を考えると。細かい話は後回しにして、ここでは第二次世界大戦後の世界における世界情勢、欧州情勢を透視することから始めようと。そうすることで近未来世界における欧州世界が見えてくることになるのだと。いいですね。で、明日読むところが、現代世界では EU も G7 も機能しないと、こういうところです。今読んだところのタイトルをアップしますね。鈴木恵子さん、欧州世界は地球支配階級の本拠であると。ここですね、本拠地だと。アメリカは下位に位置づけられると、こういうところです。そして今日のメインテーマですね、フランス・ニースの教会でまた刃物襲撃、3人死亡、テロ事件として捜査開始。すごいですね、これね。1人は喉を切られて死亡ということで、完全にイスラミックステイト、IS のやり方ですよね。刃物で首を切ると。そういうテロでしょうね、これね。ニースにある教会の前で29日朝、刃物を持った男が市民を襲撃したと。警察筋によると3人が死亡したというと、被害者の1人は喉を切り裂かれ、複数人が負傷したとされると。検察当局はテロ事件として捜査を開始したと。警察筋によると襲撃犯は事件発生後拘束されたと。から2番目、フランス全土で2度目のロックダウンと。経済活動は継続し、CNN ニュースですね、28日の同国民向けテレビで、30日から少なくとも12月1日までの1ヶ月間、2度目となる全国的なロックダウン処置を導入すると発表したと。で、フランスは加速するパンデミックで水没しないように今容赦なくブレーキをかけなければならないと述べたと。で、このウイルスは最も悲観的な予測を上回るペースで蔓延しているとし、国内の病床の集中治療室のベッド半数が COVID-19 患者で埋まっていると。で、感染の第1波よりも間違いなく深刻になるであろう第2波に打ちのめされる危険があると。新たにロックダウン処置では必要不可欠な仕事や治療のための外出のみ認められると。レストランやバーなどの不可欠でない事業は閉鎖されるが、学校や工場は制限を受けないと。2週間ごとに感染状況の評価が行われると。マクロン氏は各家族がクリスマスに再会できるようになることを願っていると。フランスの COVID-19による1日あたりの死者数は4月以来最高水準と。27日には新たに3万3000人の感染が確認された。1日です。すごいですね。から3つ目、
イギリス、イングランドで毎日10万人が新型コロナ感染と、A 研究チームということで、これもすごいですね、BBC ニュースですね。これ、イングランドですかね、イングランドだけで10万人ですって。で、報告書の著者たちは感染状況が危機的段階にあると。でフランスとドイツはそれぞれ28日に新たなロックダウンを導入すると発表したと。一方イギリス政府は地域ごとの対策を継続していると。で複数の専門家は今春の感染ピークの水準に急速に近づきつつあると警告しているということですね。イギリスもやばいですね、これ。ということで4番目、それでもロックダウンなしと、コロナ再拡大でも方針貫くスウェーデンということで、10月27日に AFP、 スウェーデンがなんかおかしいんですね。一国だけ、規制をほとんどかけないと。だから写真見るとストックホルムの通行人なんかはほとんどマスクしてないですね。でスウェーデンの死者数は北欧4カ国の中で最も多いんですね。いくら？あれ数字が出たけど5000いくらですよ。5930人だ、累計死者。人口当たりの死者数は欧州で上位に入っていると。これでもスウェーデン政府は厳格な経済封鎖しないと。不思議ですよね、これね。から5番目、マスク着用で命は救えると数理モデルで顕著な結果ということで、これスプートニクニュース10月28日、米国の関係者らの調査でパンデミック時にマスク着用、社会的距離の遵守を拒否した場合、いかに悲劇的な結果を招くかが明らかにされたと。調査結果はネイチャーメディシン誌に掲載されたと。米健康指標評価研究所は2020年2月1日から9月21日までの期間で全米でコロナウイルスに感染し前回死亡した全員に関するデータから COVID-19 感染の数理モデルを編み出したと。で集団免疫獲得には人口の 52% にワクチンを接種する必要があるということですね。で、研究で挙げられた数値のごく一部だけをとってもマスクの有効性がよく示されていると。米国でマスク着用の遵守率が現在の水準にとどまっている場合、 10% ぐらいしかないんですね。アメリカ2021年2月28日までのコロナによる死者数は46万9500人から57万8300人に上がる恐れがあると。ところが市民の 95% がマスクを着用すれば、この数を12万9574人に減らすことができると。マスク着用率がそれよりも少ない場合、 85% だった場合でも6万731人から13万3077人の人命を救うことができると。これはもうトランプ自らがマスクを着用してないですよね。自分が感染した時だけで、今はもう大統領演説中の集会では一切してないんですね。だから社会的な距離も保たないという、とんでもないことしてないんですね、これね。それで6番目、ハンギョレ20年連続で韓国大学生の信頼度1位ですと。ハンギョレ新聞10月27日。そうでしょうね。日本でもこう日本の大学生、まあ、新聞読まないっていうのもあるんだけど、一番信頼の高い、全国紙は何ですかっていう調査すればいいですよね、どっかがね。日本はそういう統計すらも出てこないんですね。あえてしないんですね。ということで、何でしたっけ？あ、トピックスか。トピックス。
でニースで、またテロがあったと。3人が死亡したと。ナイフなんですね。もう IS ですよ。 IS の信者がですね、数百人単位でいるんじゃないですか、フランスに。でそいつらに指令を出したということでしょう。からフランス全土で2度目のロックダウンと、今月いっぱい、12月いっぱい、1日から。ただ工場とか学校は制限しないと。それからイギリスのイングランドで毎日10万人が新型コロナに感染しているという。10万人ですよ。だからイギリスは PCR 検査がさっきのリストで、イギリスは1日190万件やってるんで、10万人ぐらいはすぐ出てくるんですね。はい。それとそれからスウェーデンか、それでもロックダウンなしと。スウェーデン AFP、 スウェーデン市民も抗議しないんだね、これね。そして、マスク着用で命は救えると、数理モデルで、顕著な結果という、スプートニクニュース。そしてハンギョレが20年ですよ、連続大学生の信頼度が1位だと。韓国人は2割しか自国の報道機関信用してないんですね。日本は 37% しか信用してないということで、一時から比べるとすごい信頼度が失ってるんですね。それでも高いですよね。日本なんかもう本来だったら 10% ぐらいしか信頼する人が出ないほどひどい内容ですからね。で今日の重要情報、国会代表質問で菅首相の日本学術会議任命拒否の説明が支離滅裂と、矛盾だらけと。ニュース9かでは説明できないことがあると開き直し、ニュース9っていうのは NHK の9時からやってるやつですよね。それに出たんだ。開き直ってると、説明できないこともあるっていう、バカじゃないかと。説明できなければ首相辞めろって言うんですよね。ということで今日の木曜日の放送はこれで終わりです。時間が1時間4分ですね。あ、いつもより早いですね。視聴されている方が22名、全体で55名で、コメントが41件ということですね。で現在時間が11時の29分、11時半ですね。ジョシュア・マーティンさん、キャス君ですね、ありがとうございます。ということで今日の放送、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました、ありがとうございました。ということで今日木曜日の放送お疲れ様でした。これで終わります。明日金曜日、できるだけ早く、いつも言ってますけど9時半までには放送開始したいということで、よろしければまた合流してください。ということで今日の放送終わりです。お疲れ様。